いやいや、みんなまだ喋ってますね。ゆみさん、お疲れ様です。お疲れ様です。チーズチーズ。今日もしれっと5分押しですいません、いつもすいません。始まりまして、なんか美味しい生ラムネさ、出たての時超ディスられてなかったです？そうなの、うん、でも確かに出たてで食べた時はなんだこれよくわかんねえなって思いながら、でも一応全部食べたなという覚える、うん、なぜか最近になって急にハマってしまい、うん、なんか食べ過ぎるとダメ系美味しいお菓子だよね。どういうこと？なんか食べ過ぎると具合悪くなる系じゃない？まあ何事もそうな気がするけど。そうですね。始めますか。始めますか。それでは、トーク、え？なんかガタガタってなって、オープニングトークというほどのこともなかった。あ、お、あ、そっか、オープニングトークか。そうだよ。え、なんだと思ってたの？問題だ。今日の、こうやって今日のご飯についてたんですか、この、あ、これって。ついてたのかな？このね、スマイル。サラダに入ってた。サラダに入ってたの？サラダに入ってたんですか？このスマイルポテトがですね、うんうん、めちゃめちゃ懐かしくて、うん、私が働いていた某メイドカフェでも、うんうん、これがついてくるメニューがあって、ハンバーグだったかな、ついてきて、うんうん、でもちょっとしか使わないからまかないのおかずとして出されてたんですよ。だからこれめちゃくちゃ好きで。あ、そうなんだ。好きなんだ。いただきます。ポテト的なものでしょ。うん。よしかすのとあんタイトルコールいけますかね。うん。あ、本当に。うん。よしかすのとめめめめのダメラジオ。ダメだよ。なんだーい。わーい。皆様お久しぶりです。1週間ぶり。ん？あ、何かあった。何かあった。何かあった。というわけで1週間我ら変わりなく過ごしてまいりました。皆様はいかがお過ごしでしたか？キャロリン、どうでしたか？ふわっとしたトークやな。いや、ちょっと暑い。なんかさ、最近暑いような寒いようなじゃないですか。昼は暑いし、そう、夜は寒いし、なんか今日暑いと思って、うん、T シャツにパーカーで来たらそれでも暑くて、うん、変な汗かいて、うんうん、変な汗が冷えて寒くなって、うんうんうん、でなんか寒いってなって家でニット着てニット巻いてきたら、すーちゃんに暑くねって言われて、そういや暑いと思って脱いでマフラーをしました。あれ暑い、寒い、涼しい、寒い、というわけで、はあ、私なんか暑いよ。そう、最近ね、思ったんだけど、はい、低血圧。うん。で、かっこいいね。え？かっこいいの？低血圧。いいことなんて何にもない気がするけど。フラーってやつ。で、うん、塩を食べれば高血圧するんじゃないかなと思って、うん、高血圧の人はごまのお茶飲める。あー、あるね。塩分を控えめにっていう話があるということは、塩分を取れば血圧が上がる。うんうんうん。卵とかなんか、それコレステロールか。卵結構食べてるんだよね。体温も低いし、血圧も低いし、テンションも低くなってきて。でもなんかさ、低血圧だけでさ、モテそうだよね。そうなの？低血圧ってさ、うん、すんごいモテそう。なにそれ、ま、ぶっさ早く、なにこれ、なんなのかわからないけど、なんかもらったよ。かわいい。なんじゃこれ。美味しそう。え、手作りなの？ありがとうございます。犬をもらいましたよ。すごいな、このラジオ。おもむろにね、おもむろに犬をもらう、差し入れが来るっていう。来るんだ。
これも高血圧のため。いやでも低血圧の方が絶対モテるよ。これも高血圧のため。これもこれも。だって高血圧ってモテなそうじゃん。高血圧の女性のイメージがあんまないよね。おじさんとかじゃない？ビールが好きですみたいなおじさまがこうちょっと糖尿と高血圧かねみたいなイメージ。私なんか最近さ、うん、あれな気がするんだよね。更年期障害。早いよ若年性更年期障害ってあるよね。なんかさ悲しくなるとブワーって泣いちゃうんだよね涙もろくなってきた。涙もろいし、うん、なんか腹立つことでキーって怒っちゃうし、なんか体温の調節がおかしいしさ、これってもしかして体温は分かんないけど、更年期障害なんじゃない。さんは割と元から喜怒哀楽のはっきりした方だと思う。マシじゃない。最近わかんない。昔もっと切れたりしてたよね。わかんないです。怖え。みさんマジ切れてる。最近マシなんだけど。どういうこと。今日とかさ、うん、黒猫ヤマトの人がね、うん、いつも宅配の時は電話をくれんの。あと10分ぐらいで、うんうんうん、今日さくれなくてさ、うん、ペッてなんか、うん、サーマルはみたいなさ、うん、対応されてさ不在票だけパーッ入ってるみたいな。あこれ黒猫、ね、えみたいな。あんなに好きだったのに。あんなに好きだったのに黒猫がと思って悲しくなっちゃって、うん、黒猫がそんなわけないんだよ。そのしかもその荷物が、うん、本当に今日そのためだけに生きてたぐらいのレベルに楽しみにしてた、うんうん、三重県にある朝日餅ってとこのいちご大福が入ってた仕送りで、うんうん、朝日餅の、泣いちゃってさ、リアルに泣いちゃってさ、冷静に考えると頭おかしいなと思って疲れたんだ。でこれはみんなに相談しようと思って今日ラジオで相談したの。あこれからすんのね。おかしいよね。どうしよう。すごいな。なんか頭おかしくなっちゃったのかなと思って。うん、どうなんだ。心配なんです。私もでも結構小さいことでイライラするなっていう時があって。本当すーちゃん結構いいじゃん大丈夫じゃんみたいな感じで許すじゃん。優しくない。うん、人によってはこいつ転んで何でもないよみたいな血まめできるみたいなね、気持ちになったりもする。なんかこういう人だけ集まった小さな島があればいいのにみたいな。よくわかんないけど島流しで島流しお前は これくらいの島で暮らせみたいな。ちっちゃいねあーみたいな。なんかそういうことを考えてたらちょっと楽しくなってきてる。キャッキャッしまキャッキャッキャッ狭いだろう私もおかしい。ちょっとおかしいね。ちょっとそうでね、原因が出勤が減ったことだと思う。あ、わかる。寂しいよね。私もね、出勤できないんだから。ないじゃん。寂しいよ。絶対ね、原因それなの。それなんだ。なんかさ、人間と触れ合う機会が減るじゃん、うんうん、でさ、あえてもメンバーだからさ、うん、メンバーもおかしい状態なわけみんなおかしい。もうピンキーと言ったら梅干ししか食べてないしさ、そのうわーいって言ってるじゃんどうしようみたいな。それはまともっと。リサちゃんはまともかと思いきやさ、超足にあざがあるしさ、やばいみたいな。ってなって、ちょっと相談ができないから、うん、結構みんなはさ、ね、外部との付き合いがあるからさ、常識人の私に。そうそう。え？え？なんだい？ダメな方でしょ。いや、言ってるんだい。あ、でも、でよ、聞くよ。どうかな、大丈夫かなでもね、私、この間ね、うん、電車に乗っててね、自律神経失調症、ありえる、ありえるよ。確かに。そっか、はい。そう、電車に乗って、電車にこう乗ってて、うん、後ろでこうやってる人がね、うん、すごい不機嫌だったのうん、で、俺はこんなに不機嫌だから不機嫌でいいんだみたいなやつだった、うん、みたいな嫌なやつだね。すげえなんだこいつ嫌なやつだなと思って。そしたらさ、秋葉に向かってる電車で水道橋に止まる。次は水道橋、
水道橋なんかいらねえよって言ったら、え、面白いどうしようと思って急行乗れよいや、なんかね、遅かったの時間が、だから各駅しかないっていうか、だから秋葉行くのも、うん、茶の水乗り換えないといけないのしかないみたいな、なんかそういう時間があるの、遅くなるとそうなってしまうの、うん、それでお兄さんは早く帰ってなんかで、ね、なんとかまで千葉かな、どっかまで行くのによーみたいな、あと何十分かかるよみたいな、ずーっと言ってて、ね、若いの、もう俺のストーリーみたいな、もう後ろ向けないからさ、あー面白いと思って、やばい、なんかもう、うん、水道橋があるから千葉があるんだよってことを教えてあげたいよね私もちょっとそれは思って、うんうん、水道橋だっていいところって、で水道橋に泊まったら結構人が降りたんだ、うん、だから結構いっぱい降りるね、たくさん住んでるんだねって私は頑張って言った、え一人なのに一人じゃない何人かいたからそれさ、パッと見さ、うん、なんかユニットだよね不機嫌&いい気分みたいなさ水道橋はあってよし全く王将もあるし、不思なんか水道橋クルーの人からしたらさはぁってことだよね、じゃあ千葉が消えろよみたいな、ね、本当だよ、東京ドームコンサートの代わりお前がいるよね、うわー川もあるしうわね、順天堂もあんだぞって何より王将があるあとラクアがある確かにムーミンカフェもあるということで、はい、そこの不機嫌な方、うん、水道橋はあっていいズバッと解決見てるかな見てるでしょ日本国民みんな見てるでしょ、ほんとよね、うん、サボ落ちしなくてすごいみんなが見てるラジオでアイドルが更年期障害かもしれないって言っちゃいけないと思うんだよ、ね、いいんだよ、さらけ出していく、ね、あの、うん、ここは夢見ねむだから、リンパグミンクじゃない、あ、なるほど絶対ダメだよ、怒られるネットに書いちゃダメ、アーカイブ残るまあいいか、さあ、次行きましょうはい、というわけでですね別にお悩み相談ではなかった、今日も皆様からのお便り大募集しております、はい、普通のお便り、お悩みのお便り、そして今日のお便りのテーマはあなたのこだわりの趣味となっております、昔はこんなものを集めてたなとか、ここの角度をこうするのに命をかけてたみたいな、なんかそんなのがありましたら送ってください、はい、じゃあそんな感じで最初のコーナーからいきたいと思います、ズバッと解決なんかもったらみよそうなんすうえい、今日はお悩みがちょいちょい来ていたので、悩んでる感じ、みんなみんなの悩み聞いちゃうよ、おおう、それではそれでは、お、久々にタモコリンさんからいただきました、でもさん、スノーさん、こんばんは、こんばんは、最近ディアステージの新人さんがとても可愛く、どうしようもないのですが、どうしたらいいのでしょうか、どうしようもないズバッと解決、どうしようもないってなんだどういうことコリンがどうしようもないもんこれはでもいつも3行くらいのメールくれる、ね、書いちゃダメだっつってる上に字間違ってるし、あ、夢みんって書くの忘れたね、あ、もしかしてあえてかも、検索書かないように、なるほど、書き直さなくていいよ、ネムで探したら出てくる、ネムだとね、非常に出るから、はい、では続きましてのお悩み、りひげさんからいただきました、たさぴよさん、こんばんは、こんばんは、今日は悩み事がありメールをしました、普段ノート PC にプラスチック製のカバーをつけて持ち歩いているんですが、そのカバーが最近ありがとう最近割れてしまいました、何かにぶつけたのか電車の中でぎゅうぎゅうに押されたせいかもしれません、割れたから仕方ない買い替えようと思っていたんですが、なんだかその割れた感じもまあいいんじゃないか、味があるんじゃないかという気がしてきました、古着も好きだしブレイクジーンズみたいなもんだという気もしてきました、ただ実際衝撃が加わってはいるようなので、次に何かショックがあった時、パソコンの液晶がダメになると悲劇だし、ただ一方でもう少しカバーの逆サイドが若干割れてもバランスがいいんじゃないか的なことを考えているのも楽しい、どうしたものでしょうか、お教えください、私もですねブレイク iPhone なんですよ、ブレイク iPhone なんで、あ、ブログにコメントがついた、言った、あ、やったね、ピシッバーン、ピシ出るんだ、すごい、出ます、もうコメントが嬉しくて逐一見てるから ね、私も見てる、
多分、うん、透明のバスシールっていうお風呂の溝を埋めるシリコンが売ってるんですけど、うん、それをクククククって塗ってちょっと埋めるといいんじゃないですか、うんうん、マジレスしちゃったよ。透明だもんね。そうそうそう、それなら反対側もちょっとバキッてやって、うん、間にそれを入れれば強度はそのままかっこいい。いいんじゃない。私が思ったのは上から違うケースをさらにつけるでした。そしてどんどん大きくなって最後に地球になる。やったー、ズバッと解決。解決塊魂みたいな感じ。いいね。ラララララ。そう、テレビ買ったの、ついに。ブルジョワ、それはやっぱり液晶テレビなの。何液晶テレビって。私のお家はブラウン管。ブラウン管ってもう映んないじゃないの。映るよ。別にブラウン管自体は映ります多分。でもアンテナの問題でしょ、わかんないけど。でも何年もなかったからテレビ。そうだよね、うん、ブルジョワじゃないから。一切やっと買っただけだから。500円の貯金で。私もそろそろビデオ、薄いやつ、薄いやつもいいけど、その前にビデオかハードディスクレコーダーっていうの、なんか録画できるものが高いよ、うん、そうだよね。とかテレビデオ、テレビデオ、テレビにね、の下の方にビデオがミョンって入るようになって。そえ ビデオって未だにあんの。ありますよ多分。わかんないけど。もうないよね。あんの。売ってなくない。買う方が大変じゃない、もしかして、うんね、でも確かに道端にテレビデオが捨ててあった時はちょっと拾おうか迷ったぐらい。多分ね、今ビデオ買うのが困難だよ。そっか、うん、いや違う、録画できれば何でもいいんだよ、うん、誰か待ってるでね、うん、でね、うん、私ね、テレビなかったから、うん、友達に Xbox 貸してるんだよ。なんと。でも、うん、友達があんまりいないじゃん、うん、いないんですよ。寂しい。でね、どんどん疎遠になっていくわけ、数少ない友達が。だから、返してって言いづらいの。そうなんだよね、玉の要件が返してってなんか決まってるよね。っていう相談。お茶しよう、今度久々にお茶しようよ。なんかさ、約束を取り付け お茶もする時間ないから郵送してほしいみたいな。なんか悪くないんだけどみたいな。お茶できればね。お茶しようって言ってた日の前日くらいにもう一回、明日何時でいいよね、そういえばあれ持ってこれたりするよっかな、なんてなんて ね, でね。なのでまるまるちゃん、後日メールします。では続いて、はい、悩み、お下町の駅周辺に ビデオ100円で売ってる店が多い。お、ビデオってあのビデオ、撮る方のビデオ。5階はテレビデオです。ほら5階さんテレビデオ。あ、お悩みなくなったかな。あれ、もうちょっとあった気がしたけど、気のせいだった。では悩みもなくなりましたので CM を挟んでそのテレビの方に行こうかな。じゃじゃじゃーん、うん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 、タヌピヨ、タヌピヨ、ふわふわ夢のタヌピヨ生 CM。 久しぶりすぎて忘れてたこの曲のこと、というわけで久しぶりにタヌピヨ生 CM をしたいと思います。首にしたい40代社員の今日というわけでコンビニで買ってきました。今売りのスパさんに。何ページなの、何ページなの。このさ、保護テープっていうのすごく嫌だよね。あ、こんな大変なの。もっと簡単に取れるんだと思って。でも綺麗に剥がれるようになってるんだね、うんうん、この今売りのスパさんの目次どこじゃ。目次あんの。カラーの終わり頃目次あったんだよ。ここだよ。じゃん、56あったよ。56ページ56ページ56ページ。定義は57ページ、うん、違う、するのさんだから50…60…60…50…
ペラペラ。こんな風に。あった。おお。これ何ページこれ。分からん。あの鶴野さんの次のページ。何ページ？何ページ？五十ページ。載ってまーす。イエーイ。あほほ。というわけで、ですね。寿司屋。なんか面白い。実家の部屋から発掘された端コレクションという特集にですね、鶴野さんやら杉作慎太郎さんとか黒田裕樹さんなどと一緒になぜか夢見ネムが載っています。寿司こそが究極のセクシー、色、形、ツヤ、すべてに萌え。そう、本当はエロいって書きたかったんですけど、一応アイドルなんで、いや、自分で規制しました。あ、本当はエロいにしたかったんですよ。エロってエロって書いてある。これ三浦さんだ。あ、そうね。この発想はエロスクワップの、三浦淳氏の発想と近い。エロスクワップ。エロスクワップ。でね、この夢見ねむ、今日も寿司に生きるっていうのが。いいキャッチだよ。永遠の魔法少女ミンもやめて。今日も寿司に生きてる夢見ねむですにしようか。いいんじゃない？だけど私がですね、学生時代にやっていたお寿司のスクラップを貼ってます、詳しくはスパをご覧ください。お願いします。これ週刊スパって週刊ですかね、かな、週刊ですね。というわけで今買わないとなくなってしまうので、皆様チェックをお願いします。スピードワゴン大沢が伝授、女はヘッドスパで惚れさせろ。男の悩み、永遠の課題、究極の願い。パナソニックで売ってんだ。パナソニック、これ気になるよね。新人平成生まれ OL が簡単に落ちる凄技。マジマジ、落とす落とす。このページ安やすとたどり着いた。さっきの私のページ。私カルアミルクで。最近の若い子はビールが飲めないのは本当なの？一杯目からカルアミルクで乾杯。まあ、でも私ビールあんま飲めないわ、うん、若い子っていう問題じゃないような。これやエロい、エロいね。私たちゆとりゆとられて生きてきたから。でも OL やってないかな。やったことない。ゆとりゆとられ、オフィスレディやったことないよ。コピーとか取れって言ってみたいな。自己 PR 特にありません。詳しくは Facebook で。やばい。ゆとりだね。詳しくは Facebook。 ゆとりだな。かっこいい。言ってみたい。自己 PR お願いします。特にありません。詳しくは Facebook でご覧ください。以上です。あ、ワンダーフォーゲルか。やばい、すごいな。デフォルトで空気を読む平成生まれ。ああ、いいことだよね。うん。読んじゃった。ちょちょちょ。あ、ふむ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 ってわけで皆さんよろしくお願いします。面白いぞ。そんな感じで、はい。では次のコーナーに行きたいと思います。普通のお便り。外のコーナー。その名の通り普通のお便りと、はい、お題のお便り、今日はこだわりの趣味についてなどメールいただけると嬉しいです。それでは初投稿の空猫さんからいただきました。では今日のピオ、こんばんたのピオ、こんばんたのピオ、4月いっぱい電波組メンバーのチェキが頼めなくなるとのことで。あら、そうなの。そうなんです。あ、4月いっぱいでってこと。4月いっぱいで。おお。昨日と今日ディアステージのバーに行ってチェキを頼んできました。チェキが頼めなくなるのは残念ですが、これからもディアステのバーに通い続けたいと思います。ではでは、ありがとうございます。そうなんだ。昔マオンちゃんもダメになった時期があったんですけど、同じく電波組ちゃんもちょっと禁止というか、禁止？禁止？なんだね。まあ終了ですよ。終了？販売終了。まあでも。ライブとかイベントによってはね、手に入る機会があるかもしれないし、電波組のライブでくじチェキがあったり、うんうん、通称は電波組のライブでは取れます、うん、あとディアステージでもイベントがくじチェキの場合、うんうん、指名はできないけど、うん、くじチェキには参加できることになりましたので、そちらでぜひ引き当てていただければと思います、うんうん、で今まで
買ったけどまだ落書きしてないよっていうチェキは5月以降も落書き、4月以降、5月以降も落書きさせていただきますので、うん、イベントで以外の出勤の時にお持ちください。はい、よろしくお願いします。そっか、そうよね、そうなの。私はもうそういう、そもそも買えない。確かに買えないもんね。買えない、似たような感じかな。そう、でもなんか誕生日の時とかはお願いしたりとかできればいいなと思ってますね。え、なんか誕生日の時だけお願いしますみたいな、うん、頼めたらいいな、うん、イベントによりきり、そうそうそう、思います。なのでちょっと期待はしてていいと思う。はい、こんな感じで4月もまだもうちょっとあるので、ぜひイラステに来てみてはいかがでしょうか。でも30日だけいます。お、では続きましてトッチーさんからのお便りです。はい、ニモキュースーピオ、こんばんは。こんばんは。ワンナップキノコ改めトッチーです。キボキボキボ。今日は変な前置きはなしでいこうと思います。うん、もうあった気がするけど、こだわりの趣味趣味はステッカー作成です。カッティングステッカーやカラーステッカーなどを作ってはパソコンや VJ 機材のケースをデコっています。今メールを作っていて思いましたが、次回作はディアステ仕様か電波組仕様にしてみようかなと思います。完成したら店まで持っていきますゆえ。それでは今夜も頑張ってください。花ピアは仕様にしてくださいよ。そうだね、よろしくお願いします。花ピアもね、あのファングッズのクオリティが高い、マックスさんやべえでおなじみの、やべえでも最近は可愛いイラストなども多岐にわたってきましたね。でもそれでは続きましてのっちゃんからいただきました。はい、でもキュースーさん、こんばんは。こんばんは。僕のこだわりの趣味はものづくりです。子供の頃から体育の時間などこっそりグランドの木陰で弓矢を作ったり弓矢って作れるんだ木を掘ってプロゴルファー猿が使うようなゴルフクラブを作ったり、木彫りの熊を掘ったり、そんなことを何十年としているうちにデザイナーになっていました。すごい、三つ子のソウルってやつですね、そうそう、先週の放送でタヌピアにドリアンを送ってねと言っていたのを思い出し、今朝近所の馴染みの果物屋さんに行ったものの、僕の住む下町の果物屋さんにはそんなこじゃれたものはなく、見舞い用ならメロンにしときなと店のおっちゃんに言われ、仕方なくドリアン的なイラストだけ送りますすごい。お、4月29日のニコニコの電波組ライブ、ゴールデンウィークの新潟ライブ、かわいい、9月3日のアソビットシティスーピオ店長、お二方いろいろイベントいろいろ満載ですが遊びに行きたいと思ってます。ではでは、ありがとう。超かわいい。かわいい。臭いけど、かわいい、美味しいよ。ありがとう。かわいい。いや、さすがですね。ねえ、この前髪のほんのちょっとで書き分ける。すごいね。本当だね。顔一緒だもんね。これだけ顔一緒。すごい。ありがとうのっちゃん。ありがとう。いやー嬉しいでございます。わざわざタヌピオのために、うん、果物屋にまで行ってくれてありがとうございます。ドリアンの夢はどこかで叶えなきゃ。ね。私もさ、うん、今日さ、うん、ずっと小学校の時から大好きなつぶみっていうジュースがあるんですよ。ああ、なんか言ってたよね前もね。超ほんと好きで、うんうん、最近道の自販機で見つけて、うん、わざわざ遠回りして帰んないとないんだけど、うん、美味しくてさ、うん、ネットで買えばさ届くじゃん、うんうんうん、そういうのじゃないの、それじゃダメなの、ね、いやネットで買おうと思って、買うんだ出会わなあかんという話かと。24本で1700円ぐらいなの、うん、ってことは1本いくら、1700÷24 は70円。安っ、安い、買わなというわけで、うん、私も最近トマトジュースが痩せるって聞いて、なんかいっぱい買おうかなって。生ラムネちょ、生ラムネって今日ね、デブの元でしょ、うっ、あ、でも154、でも2袋も食べてるもんね。大丈夫、300キロカロリーで砂糖を計算すると、砂糖計算するの、砂糖乗ってない、砂糖入ってないんだ、ブドウ糖、
どうとならいいのかね。のんき。うん。はい。というわけで。もはもは。はい。ハリヤマさんからいただきました。セピオちゃん、タナピオちゃん、タナピオちゃん、こんばんは。こんばんは。うん。ピオリ。こだわりの趣味とか。ないですね、うん、B 型ってこだわり多いとか聞くけど全くそんなことがないですね。趣味というわけじゃないけどライブシャツはここ2年で20枚くらいになりました。おというわけで普通のお便り、あ、どうしよう、すごいふんわりとした話題。難しい、どうやって読んだらいいのかな。だより鮭、トウモロコシ、ミルク、イクラ、カニ、ジンギスカン。何の歌これ、わかんない。おやすみなさい。なにこれ。おやすみなさいって何、これ何の歌なの、わかんない、全然ヒントがなかったの。北海道じゃない、北海道、北海道行くんですよ電波組。北海道の歌、あ、北海道のものだ。鮭、トウモロコシ、ミルク、イクラ、カニ、ジンギスカン。テラモンでおやすみな。あ、この歌なんか知ってる。わかんない。なんだっけこの歌。あるんだよ。あるんだ。あ、ももクロだよ。あ、あれか。ひょい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 が。ひょい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 や。あ、わかんなかった。いいね。鮭、トウモロコシ。そんなエッチだったっけ。そっか、エッチの。オーリンかなんかね。ミルクみたいなやつだった気がする。ありがとう。ではでは、続きまして、あ、おデブちゃんからいただきました。おスーちゃん、ネムケン、こんばんは。こんばんは。おデブちゃんワイルドだから趣味はたくさん持ってますだぜ。どういうことだ。スイちゃんなのかな。シューズ集めと写真が趣味だからまとめてみました。うわ、靴すごい量。すごいね、かわいい靴、高架線までついてるけど、同じ靴があるよ。同じ靴何足もあるよ。多分ちょっと太めだと足にかかる重、なんか体重が多くて、お気に入りは2足必要。ああそんな。え、おデブちゃん、漫画はこれからこだわりの趣味にしたいと思っています。この漫画をスキャンするときに探していた書類をスキャナーから数年ぶりに見つけました。あるある。あと猫の写真でいいのがあったので猫の写真を送ります。ついてないけど。ついてないじゃん。何のこっちゃわからん。気になるやん。おデブちゃんはワイルドだからこの後ご飯をたくさん食べます。おやすみなさい。新曲を CD で聴けることを楽しみにしています。スーちゃんの一日店長もありがとう。ありがとう。おデブちゃん、にゃ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 。そういえばゆめみさんはこだわりの趣味あるの。めめさん、このお寿司スクラップとかこだわりの趣味だったんだけど。そうだよね、なかなか。なんかね、他の人とは一線を隠した趣味。あんま言えない趣味はある。どういうことだろうかしら。言ってみない、おじさんに言ってごらん。魔法陣を考えるとか。中学2年生。あ、違う。まあそうなんだけど、うん、リアル魔術やりたいなと思って書いてみたりしてますね。あ、ナウどうだよ。すごい、さすが魔法少女ということ で、 で魔法少女になるのはむずいんですけど、魔女には全然なれるの、うん、現代でも。そうなの、知らなかった。魔女は修行だからさ。そうなの。そう、魔法少女は選ばれなきゃダメじゃん。そうなの。魔法少女はある日ふんみたいなのが来て、ね、君は今から魔法少女でいけすみたいなの言われて、こういうのもらったりとかして、そうそうそう、なんちゃらかんちゃらってなるわけ、ね、ってなるのが魔法少女じゃん、うんうんうん、魔女は血か努力かどっちでもいけんの、うん、魔女の血が入ってる系の子か、うんうん、なりたいってやるの。もういけんだよ。魔女は魔女狩りのイメージしかない。
駆られるよ。駆られるんや。駆られるさ。でもいつの時代も、うん、トップを走ってる女は魔女だって言われるんだよそうなんだ。だから魔女になればトップを走ってることになるんじゃねえのって。なるほどね、トップランナーって。そうそうそう、すごい趣味じゃん。そんな感じかな。あとは今日決めたんですけど、うん、資格を取ろうと思って。何の？え、いろんなあのためになるライフセーバーじゃないけど、食品衛生とか、なんか心臓マッサージとかできるようになるやつとか。そう、おじいがね、うん、心臓マッサージの取りに行くんだとか言ってね、いいなーいいなーやりたいとか言って見せてもらって。おじいに救われるイメージないなこれ持ってるだけでさ社会貢献だって言われて、なるほどと思って。なるほど。うかうか流されて取ろうかなと思って。私免許みたいなの何も持ってないからね。そう、私も持ってないんですよ。何も。一つだけ一応あるんだけど。何何何。小笠原流礼儀作法花かずらの典。かっこいい。かっこいいだろ。かっこいいんだよ、響きはね。え、高校の時とかの？取ったっていうか卒業するだけでもらえる。ついてくるんだ。あの礼儀作法の授業がある。一番しょぼいやつ。多分小笠原流のやつで、めぼしい子はあんたもうちょっと上の資格いけるから受けてみないって言われて、特別な試験を受けワンランクアップした資格を持っていくんだけど、私はただそこら辺にいただけるもらったやつ。いいの。なんか履歴書とかさ、そうアイドルだったりシンガーだったりしたらさ、うんうんうん、自己 PR の欄とかにさ、うん、書けるものが何もないんだよ私。え、自己 PR は好きに書いていい？資格のなんそうだけど、うん、自己 PR にもなるじゃん。なんかボイラーできますみたいなさ。そうなんだ。まあ面白いの。分かる。ボイラーアイドルみたいになるじゃん。ボイラーアイドルがいいか分かんないけど。なるほど。腸詰め何級みたいな。それ取れたらいいなって思って。でなんかそういうさ、資格を取るのが趣味ですみたいなのはちょっとあーんってなるから、うん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 、しれっとかっこいい資格をいっぱい取ってたいなっていう。なるほどね。なんだろう、すーちゃん、なんか着付けのやつとかないの？着付けできるじゃん。一応だからそれも入ってんだと思う。なるほど、礼儀作法ね。教えてもらう。うん、あとはね、襖の直し方直せるよ、襖じゃないや、なんていうの、和室での振る舞い、振る舞いだとか、お茶がどうとかとかあったんだけど、その辺はちょっと忘れちゃったんだよね。障子、なんていうの、戸の開け方みたいなのしか覚えてないみたいな。なんか閉まってるじゃん、ちょっと開けて、うん、このちょっと開いたところに指を入れ、ストンって下まで落として、うん、サッってやって、サッサッっていう、よくわかんない、そんなそれくらいやんなきゃいけない、めんどくさいんだけど。え、じゃあ私もさ、すーちゃんのその流派と違う流派に行って、ね、ストックして対決しようよ。対決するの？どっちの流派がいいかみたいな。どうなんだ。なんか、すぐわーみたいなお箸とかも結構すごい、お箸の取り方の手順があった。すすぱーみたいな。どうやんだっけ、なんかね、1、2、3、しょらくせーみたいな。で、面倒くさいのが、うん、お箸とお皿があったら皿が先みたいな。す皿の取り方もある。じゃあ持ってないじゃん。皿の取り方もあって忘れちゃったよ。まあ、お皿を持って、うん、こうやって、ここでさっきなんかちょっと行儀悪風だね。なんかよく知らない人からしたら。で、あとは今度はまたこれでこうやって落としてからお皿を置くみたいな、うん、めんどくさい、ちっちゃいって思ったけど確かに、まあ、そういうのあった。めんどくさいめんどくさいけど、まあそれでね、な作法ならね、まあまあね、それでね、ペーパーテストもなく、ね、もらえるんですから、ありがたかった。そういうのやりたいんですよ、ペーパーテストがあんまりなく、うん、聞いてたら取れる、まあ、実技のね、そうそう。でもなんで今日そんなこと思ったかっていうと、うんうんうん、なんかアイドルだけどさ、うん、いつアイドルをやめてくださいって言われるかわからないじゃん、このご時世。ゆめみさん、アイドルは明日で終わりになりました。明日から面白人間として生きたいことしかない面白い面白いってなるのを避けるために、私は面白人間応援するけど避けるために、私結構昔図書館の司書になりたかったんですよ。なんか資格いるんだっけ、司書さんって。なんか違うよね、普通の先生と違うよね。私は17歳なんですけど、うんうんうん、大学に行ってる間に取れよみたいになって、うんうんうん、見たら、うん、で私大学にいる間、17歳なんですけど、うんうんうん、大学にいる間にそういうカリキュラムあったわみたいな
撮っとけよかった。なんで家でカーツンネットワーク見て4年終わったんやろみたいな。嫁さん飛び級やからね。飛び級やからさ、っていうね、なショック受けちゃいまして、ただの面白い人間は美人師匠みたいなさ、二択あったのにさ、頑張ってれば師匠取ってたら美人にもなる。そう師匠取らなかったゆえ面白人間としかなれないみたいな。確実に面白人間でしょ。やーやーでー面白いんだよ。面白師匠にもなれたんこれから撮った映画、美人すぎる面白師匠になれたんです。そうなの。私もでも大学の時に、うん、なんていうんだっけ、美術館とか博物館とかにいる人、なんつうんだっけ、学芸員の資格取れるよみたいなあったの。学芸員クソ厳しいからね。しかもそうなんだ、例えば100人いっても、うん、学芸員なれる人0人だよ。あれじゃあなれないじゃん誰も。そう400人で1人とかで。そうなの。倍率すごいよ。だってそんな美術館のさ学芸員なんてさ全然募集してないから。うん、まあ分かんないけど取っときゃ資格みたいになるのかなって思ってた。近くにはなります。でもなんか実際になるのは大変。面白人間みんな面白人間推してるね。完全に面白人間。面白人間の発祥は瑛太蘇さんです。瑛太蘇面白いの。瑛太蘇にして、うん、何か瑛太蘇を変だよって、うん、面白人間だなって言って。瑛太蘇。うん面白人間だねって言って。面白かった。これ良くないんじゃないとか言ったら、うんうん、ただの面白人間だよねごめんねって言ってくれて超面白いっしょ。もう下手そうダメだよ、はい、ダメだよ。分かんないけど、だけで面白人間にならないためにアイドルをね続けていきたいなと思う次第。なるほど。なんですけど、資格に詳しくないか分かんないよ。そう、でもなんか伊賀にね、伊賀検定とか忍者についてえ、かっこいい。それかっこいいよね、と思って。それ取ろう。それ取ろうかな。うん、うん、面白人間人気だな、面白人間確実に読み込まない。ちょっと読み込んでる。うん、はるこさんからいただきました。すさじめきょん、こんばんは。こんばんは。うん、すごくこだわっている趣味というのはそんなにないんですが、広島出身なので関東圏にある広島風お好み焼きのお店を着々と制覇するのがちょっとした趣味です。前に電波組のイベントで下北沢に行った時、ヴァンガードの前にあったお店が今のところナンバーワンです。本当に広島にもありそうなお店だしクオリティが高いです。秋葉原の隣神田にあるカープというお店は店内で広島弁が飛び交う、これまたリアル広島風お好みのお店。店の雰囲気も古いお好み焼き屋さんでおすすめです。他にも渋谷池袋飯田橋中野西巣鴨にもそれぞれおすすめが。広島風お好み焼きは麺が入っていることが特徴ですが、その麺をお店で茹でて入れるのが好きですね。あと下北沢の店とカープは広島から直接野菜を空輸か何かで持ってきているので現地の味わいに近いです。野菜、ね、ぜひぜひお二人も関東圏のお好み焼き行ってみてください。もしくはタヌピオが広島イベントに呼ばれたら紹介するので行ってみてください。なんか野菜でそんな変わるんだ。あんまそんなイメージない ね。味濃いとかあんのかな。ねえ、ね、すごいね。すごい、なんかいい趣味だね。いや十分こだわりの趣味だ。素晴らしい。なんか私素晴らしい、そういうの同人誌作ればいいのって思っちゃうんですよね。んなんか、うん、僕が行った広島お好み焼きのプリントみたいな。そうそうそう、ペーパー作って、うん、100円とかで売ればいいんじゃない。売れるのかもしくは配る。あ、なんかファル星2つみたいな。ファル星3つみたいな。あ、ファル星、ファル星3つそうですみたいな、みたいな、みたいなと思いますありがとう。うん、続きまして橋尾さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。少しばかり湿気を感じる季節になりましたね。趣味といえば昔小学生の頃さまざまな鬼襲壁がありました。一番集めたのは缶バッジとピンバッジ。
つけるわけでもなく、ただひたすらに集めていました。他にもガラス細工やゴジラの昔のソフビなど、中でも一切変わっていたのが自分の抜けた歯です。え、歯医者さんでお母さんに買ってもらった専用のケースに入れていました。そして抜けた歯は縁の下に投げる的な話を聞いた時は泣きました。それでもめげずにひたすら集めました。今ではいい思い出です。そういえば余談ですが、ハショーンは生まれてこの方虫歯になったことがありません。すごいでしょ。すごいな。あともう一つ、今日はベチカッツで毛先を緑にしてきました。うえー、見たい。今度ドヤ顔で見せますね。なんかさ、ハシオン、ハシオンからだよね。ハシオンが傷つく話していい？なになに？泣くかな。泣いちゃうよ。泣くかな。なんかね、うん、虫歯になったことない人って、うんうん、なんかあれなんだって、親の愛情が足りない、うん、あれだよね。でもそうそう、一緒のお皿でご飯食べたりでもしてないってことだよね。それは伝説だから。ん、なんかその関節キスをしてない、うんうんうん、関節キス、そう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 、噛んで、うん、親が噛んだやつをあげてないっていう、うん、いや単純に同じスプーンとか使うだけでダメですもんじゃなくて。そうなんだ、うん、だから橋尾の親は綺麗好きだよ。いいことだよ。私はボロボロですね、歯が。私ももうガッタガタだ。日もう生まれた時から姉ちゃん兄ちゃんにチュッ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 されて、そりゃいいことだけど。もうそしたらなんか変なおじいちゃんの歯医者に、いやこれは抜こう、あれも抜こう、これも抜こうってどんどん違う、なんていうの、でも歯は綺麗だよね。その綺麗だけど生きてない歯にされたんで、本当は生きていられたんじゃないかっていう歯をなんかボンボン抜かれて、あれでよかったのかな。今でも不思議です。うん、多分ね、歯周はねボンボンだからね。あ、ボンボンか。メイドに育てられたと思うんだよ。なるほどね。金持ちはすごいな。金持ちだよ。毛先緑だよ。毛先緑、お母さんに怒られるよ。でももう大人だからいいんだよね。高校生じゃないからね。 そうだよね。続きまして、ありがとう、傷つけてごめん。傷つけた。橋尾がおうって言ってる。おうおう、かわいそう。泣いてる。ごめんごめん、泣かないで。泣かないで。私がお母さんの代わりになんか関節キスをしないしない。しません。はい。ちなみに私は虫歯、子供を産んだら虫歯にさせたくないので、うん、自分がすごい気をつけようと思います。なんていうの、同じお皿にしない、うん、同じスプーン使わないぞ。寂しいけれど味見とかもできないの。あ、でも子供が食べたやつをひょいって取るの。そうそう、自分が食べない。ひょいって取っちゃいけないけど。お母さんが取った。いやいや続きまして、タムさん、ピョーさん、こんにちは。こんにちは、シーナです。19日に髪の毛を切ったよ。なんだこれは。うわー、これだけ欲しい。転送して、転送するわ。すごいな。なんかじゃん、右の人曰くこれは眠気ポーズらしいです。違うよ別に。全然割と秋葉原にありふれてるポーズだよ。違うよ、眠気ポーズこうだよ。あ、そうだよ。こうじゃないよ、こうだよ。スキオポーズはあの、そうさん、適当なこと言わないでくださいね。特にない。スピアポーズ、ポーズ、これ。あ、ポーズっていうか、ダンスな。お腹をさする。物欲しそうな身。何か、くれないかな。小敷の心で踊りましょう。さて話が変わり、はい、僕はこのタヌピオラジオのおかげでいろいろな人に知られ、うん、話しかけられたりするようになりました。お、他にも便通が良くなったり、学校で女の子に話しかけられたり、背も少し伸び、ひげも生えてきました。それもこれもネムさん、スノーさん、あなたたちのおかげです。毎回お便りを読んでくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。シーナです。ありがとう。ありがとう、素晴らしい。そう、最近ね、うん、シーナくんとかね、ハシオくんがね、他のディアメントディアメント喋ってるのを見て、やっぱりさ、2人で来たりするとさ、うんうんうん、その2人で行っちゃうからさ、喋、ね、ったりしないじゃん。ネム推しの自慢はネム推し同士がめっちゃ仲いいことなんですよ。ああ、いいこと。私は嬉しい。うん、ネムがただの面白人間になって押せなくなっても、みんなの友情はそのまま。私の推しの人はね、仲が悪いわけではないと思うんですが、
その人がいないときに私が行ってチェキが頼めるなんてことがあると、別に数拍子じゃない人がその人のためにチェキを買ってたりする。あいつチェキ欲しいんじゃねえかな、なんで今日いねえんだよ、俺が代わりに買っといてやるよっていう人が結構たくさんいて、じゃあスピ推しって同士ではないとじゃない、あいつ欲しいんじゃねえかって言って買う人、優しい人がすごいスピ推しは周りに心配されてるんです。大丈夫なのか。あなんか推しに似るんじゃない、スーちゃん起きてるかな、スーちゃんこれ黄色いけど買った方がいいんじゃないかな、的な的な、みんなありがとう。これからもよろしく。よろしくね。はい。こんな感じで、もうちょっと読めるかな。よしかな。じゃあカルボナーラでカワラウさんからいただきました。タナさん、ピアさん、こんばんは。こんばんは。今回はあなたのこだわりの趣味ということで、最近の僕の趣味をお便りにしたためたいと思います。それは、はい、アイドルでも音楽でも筋トレでも多摩川沿いジョギングでもなく、庭の草抜きです。今年の春3年間住み慣れ始めた都心のど真ん中、某渋谷の狭いけど便利な住まいを離れ離れてる23区の里、はるばる狛江市かなって読むのかな、え引っ越しました。そしてその新居にはつつましいながらも庭がついていて、その庭の草抜きを週末の1時間するのが僕の趣味です。先日もクワを片手に時にはミミズと戯れながら狛江市に来て驚いたことの一つに、ゴミが有料ということ。あら、40リットルで1枚80円、それまでコンビニのゴミ袋にノーノーと捨てていた我が家では革命的に絶望しました。なんで？しかし狛江市では家庭で出た葉っぱや草はタダ、うん、だからこの有料のゴミ袋を草ならタダで出せると開放感がたまらないのです。庭の土は所詮ええ土でして、ん？家庭菜園くらい簡単にできそうないい土で、でも僕の今の野望はこの畑っぽい庭を芝生に、いわゆるだな、あ間違えた。うん、畑っぽい庭を芝生にすることです。でも芝生って作るのも維持するのもお金がかかるんですよね。でも芝生の庭は憧れます。憧れるね。うん。最後にタヌさん、最近のご活躍メジャー感が漂い嬉しい限りです。先日僕の故郷福岡にも行かれたようで、美味しかったでしょブラックモンブラン、僕にとってあれは小学生の夏休みの味なんですよね。新曲を楽しみにしております。ではお二人のこれからのご活躍、風になびく庭の桜の木の青々とする葉っぱを眺めながらお祈りしております。なんかおしゃれおしゃれ、大人の生活言い切れない、ありがとう。ひょひょ、芝生ね、いいね、芝生とか憧れる。シソ、あー、ごめん、ね、シソとか育てたい。シソか、意外と育てられそう。好きなんですよね。なんか育ててたかも、あれ庭で育っていたような気がする。芝はね、結構お父さんがいつも枯らされてて大変そうだったイメージが。何か誰に枯らされるの？猫の池、猫のおしっことかで枯れるんだっけ。うん、か芝刈り機で刈る、その刈るか、そう、父さんが夏場とかで白いタンクトップでなんかよくわかんない、なんか押すやつで、うん、カリカリバラ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 って、すごいね、いいお家だったんだね。そういえばいいお家だ。あの時はなんであんないいお家に住んでたんだろう。芝刈ってる家見たことないよ私、近所で。刈ってるわけじゃないんだろうけど、なんでだろう、すごい綺麗なお家だった。昔はね、一軒家でした、庭にね、うん、ブランコがあった、はあ、いいお家や、今思うと、うん、引っ越しちゃった、いや全然、あれそこにもう一個家建てた。あーそっか、じゃあ庭じゃなくなった、だからあれがなくなった、ブランコ。なるほど。私はすっごい綺麗な、確かに庭付き一軒家にその時は住んでいたけど、引っ越しちゃったんだ。でも全部多分社宅のはずなんだよね。へえ、どういうことなんだろう、なんで一軒家だったんだろう。その後住んだところは夏場にカビが入るようなすごいボロボロのアパートだったんだけど、すごい差が、楽さだね。その後は綺麗なマンション、どういうことなんだろう。よく見るとみんな住んでたんじゃない、ん、同じ人、一軒家に一軒、え社宅としてそうだったのか、怖い。どういうことなんだ。そんなわけで、はい、そろそろ来週のテーマ決めなければなりませんが、ね、出しましょう。何しようかな来週は。あ、すーちゃん
にお土産あるんだった。もしかして福岡鉄福岡土産これだ。読めない。美味しそうじゃない。銘柄鶏か、紙鶏わかんない。花見鶏の旨味をじっくり味わえるスタンダードな味、花見鶏カレー。福岡の鶏屋さんのやつらしいです。料理長のこだわりが作り上げた味と風味。食べてください。ありがとうございます。あ、嬉しそう。よかったですね。嬉しい。別に嬉しくない。あ、ギャーじゃあ来週はあなたの好きなインスタントの食べ物。インスタントの食べ物いいね。結構あるもん。僕は春雨ラーメンが好きですなど。春雨ラーメンね、美味しいですよね。フルーチェが好きです。スパオーが好き。スパオーの人にね、昔ね。スパオーの人これは来週喋りましょうか。そうしましょう。というわけではい、では来週のテーマはあなたの好きなインスタントの食べ物についてということで、また来週もこのお時間にお会いしましょう。来週っていつ。あ、そうだ、私5月の3日に1日店長やります。よろしくお願いします。秋葉原の遊びとシティにて。よろしく。来週いないのか。もぞくんもぞくん、私来週っているか。あれ2日。新潟。あれ新潟は3日。3日か。前乗り。前乗りだったらまたお知らせします。はい、もしかして来週はないかもしれない。ごめん、なかったらごめん。なかったら、なかったか、ら、新潟か、遊びとシティに行こう。しょということで、また来週もこの時間にお会いしましょう。お相手、吉川スノート。今、みなみでした。バイバーイ。バイバーイ。ここったり。